はようございます。松下由里の日めくり万葉集ナンバー10。この放送は毎日一首ずつ万葉歌をゆるっとご紹介して、聞くだけでなんとなく万葉集に詳しくなれちゃう番組です。今日の歌は和歌山の温泉で草を結んだよという歌です。これはどういうお歌かというと、昨日のお歌の続きみたいな感じなんですけども、この中津すめらみことさん、はい、ちょっと難しい言葉ですけど、女性の天皇様や皇后様を指す言葉なんですよね。で、この、これが誰かっていうのはちょっと西面天皇なのかな、それとも橋人の姫巫女なのかなみたいな感じではっきりはしていないんですけども、でもとりあえずこの方が木の温泉に行く時の御歌というタイトルで、ね、この女性の天皇様が和歌山の温泉に行った時に作った歌ですよ。で、その内容としては、あなたのこの命も私の命も司っているこの岩城、ね、この岩ですね、大きな岩のその丘の草の根をさあ結びましょうよっていう、そういう歌なんです。なんか草を結んでどうすんのって思うかもしれないんですけど、この当時なんかそういう草を結ぶとか、その結び目を作るっていうのは、なんていうのかな、この印みたいな意味もありますが、こう記憶とか名役を結ぶとか、なんかちょっと呪術的な意味合いも含んでるんですよね。だからこの草を結んで、なんかそれをこう永遠にしましょうというか、それが達成しましょうとか、なんかその結ぶってね、ほら誰かと誰かが結ばれるみたいな、なんかそういう意味にも今使われると思うんですけど、それを目に見えないものを、その実際にあるものを結ぶことで、その目に見える形で達成を祈るみたいな、なんかそういうちょっとやっぱり呪術的な意味合いが強いお歌なので、これそもそもこの儀式用の歌っていうカテゴリーに入ってるので、ちょっとなんかそういう不思議な響きを楽しんでみてもらえたらなと思います。それでは万葉集10番読ませていただきます。君が世も我が世も知るや、岩城の丘の草根をいざ結びてな。いかがだったでしょうか、ね、このちょっとよく知っている君が世もみたいなね、あのフレーズも出てきて、なんかちょっとなんでしょうね、私たち の普段聞き慣れているような響きもありつつ、なんかちょっとこのいざ結びてなみたいな、いざ結びてなみたいな、ちょっとこの辺のこの響きが万葉集っぽくって、私は大好きだなと思っている歌です。はい、万葉集の歌をもっと詳しく知りたいという人は、毎週土曜日午前11時からインスタライブにて万葉集話と題し、ビジュアルからも歌が入ってくるお話を放送しています。コメントでやり取りもできるので、ぜひ参加しにいらしてください。アーカイブは YouTube でもご覧になれます。リクエストをいただいたら、こちらでご紹介した歌をより詳しく深掘りいたしますので、ぜひ気軽にメッセージくださいませ。それでは松下由里の日めくり万葉集、今日も聞きに来てくださりありがとうございます。明日はどんな歌でしょう。あなたの心に素敵な歌が響きますよう。